はい、皆さんこんにちは、マサでーす。ということでね、またやっていきたいと思うんですけども、皆さん、またこのね、トップガンね、もうレンタル始まってみましたかーって感じなんですけども、僕これをまたね、2回目また、またね、DVD をね、借りて見てきました。見てきましたっていうか、まあ借りてみたんですけども、というかね、もうこれをね、見たらね、思い出すっていうかね、だからね、放り出してきました。クローゼットからね。これね、これが、一応トップガンが入った時にね、まず第一次、MA1 のね、あのジャケットね、あれね、今もちょっと2、3年前からもちょっとちょこちょこ流行ってるんですけども、ちょうどこれがトップガンの1が始まった時にね、僕らのブームが来てね、僕もその時買ったんですけど、それの当時のやつがまだ残ってるっていうかね、ありましたっていうか、ずっとあんまり着てない、買ったんですけども、バイク乗るときとかはね、ちょうど良い感じなんですけども、バイク乗るときはね、もう最近はずっとライダースを着てるので、ちょっと教えなかったんですけどもね、これがあったからね、ちょっとトップガン思い出してきました。僕の住んでるところに、奈良市にはね、航空自衛隊のね、基地祭っていうのがね、毎年やってるんですけどもね、そこで、それ時でもう十何年前っていうかな、そのトップガンが流行ってる時からもやってたんですけども、その時にね、その自衛隊の払い下げというかね、そういうショップとかもいろいろ出ててね、そこで買った、来たんね、これね、これなんですけども、これね、シンプルなね、このカーキ色っていうかね、こんなやつなんですけどもね、これをね、買ってね、よく着てたんですけど、ちょっとね、だから、ちょっと、今のやつはちょっとフィットしてるような MA1 だと思うんですけども、これはちょっとね、オーバーサイズというかね、まあ、当時のこのトップガンが流行った時の感じの、MA1 なんですけども、これもね、だから僕、MA1 とかね、これ、軍服系のやつも結構好きでね、こういう雑誌もあるんですけどね、これなんで、ね、いっぱいね、MA1 とかね、いろんな MA1 でもね、いろんなね、種類があるんですよね。ナイロン生地のやつもあるしね、これ通りのやつとかね、払い下げのやつとかね、横須賀とかね、あっち側方面行ったらたくさんあると思うんですけどもね、これもね、いろんなね、MA1 とか、このタイプ、ちょっと長いタイプのね、N3 とかね、いろいろ、あるんですけども、その中でもね、このトップガンね、ここにもいろいろね、出てるんですけども、で僕一回見たときはそうでも、あんまり気づかなかったんですけども、2回目見てとか、まあ DVD だからね、2度3度見れるからね、見てたらね、ちょっとね、おかしいな、というかね、気づいたことあったので、皆さんもね、気づいてる方はもう、おられるかもしれませんけどもね、そのことをいろいろトップガンの、豆知識みたいなのを話していきたいと思いまーすって感じで。まずはじめね、さっきも MA1 の話したんですけどもね、このトム・クルーズね、この劇中の中に出てくるときに、着てるね、このね、MA1 のね、ナイロン製のやつは、まあ今紹介したやつあるんですけども、あれ、これはね、っていうか、このトム・クルーズがね、革の MA1 を着てるシーンが出てくると思うんですよね。後ろにいっぱいなんか、パッチみたいなのがついてるようなやつね。あれ、よう考えたらね、トム・クルーズがこの今の設定って言ったら、まあ、60代。まあ、還暦だから、だいたい60でぐらいだから、あの革ジャンを使ってたのはね、アメリカの朝鮮戦争から多分ベトナム戦争の中期までしかあのジャンパーは使ってないんですよね。で、その後ろのパッチ見てたらね、確かの記念海軍、空軍のあの記念パッチみたいなやつあるんですけども、それが63年、64年っていうので記念のやつが貼っつけてるんですよね。あれはもちろんそんな、マーベリックが、まあ本当のやつっていうかね、やつを着てるっていう設定でやってると思うんですけどね。となったら、もうあれはね、実際のマーベリックの所有のもんっていうかね、っていうか自分の、
支給されたっていうかね、ジャンパーじゃなくてね、まあ誰かから譲り受けた、ジャンパーではないかなっていう。まあ、伝代から言うと、まあ、お父さんとかね、おじさんとか、あと、まあ、どういう関係かわからないですけども、縁の深い、ちょっと、マーベリックよりも年の上の、63年、64年ぐらいのね、時に使ってた、ジャンパーっていうふうにわかるんですよね。だから、MA1 のね、革、その後はナイロン製のやつに、さっき紹介したようなやつにずっと変わったんですけども、ベトナム戦争中期あたりからね、そういうね、革ジャンからね、ちょっとね、いろんなこともね、そういうことに対しては映画は何も触れてなかったのでね、そういうのもね、見てたら面白いなーってね、わかるんですけどもね、それであとはね、あそこっていうか、今回のね、ヒロイン、シングルマザーのね、出てきましたよね。あの子いきなりっていうか、もう今回のマーベリックから、まあ、シングルマザー近くの、軍の近くで、バーやったかな、やったかな。で、働いてるね。あの子ね、あの人ね、ペニーやったかな。あの人、第一作のね、トップガンに出てるんですよね。実は、まあ知ってる方はおられると思うんですけども、気づいた方もね、おられると思うんですけども、あれね、あの子は誰かって言うたら、まだトップガンで、まだ若いトム・クルーズがね、無茶な、歩行じゃないな、空港の、練習ね、で管制塔の近くでね、無茶な運転をしてね、操縦をしてね、そこで驚かした女の子いますよね。覚えてますかね。確か上官の娘さん、あの声なんですよ。この子は、このペニーは。だからね、あの時代からずっとなんかあって、今また別れてまた再会したって感じだったかな。だからだから子供だから多分マーベリックのお子さんだと、お子さんっていうかね、子供だと思うんですけれども、であれ子が誰だと調べた結果、やっぱりそういうのが出てきましたね。なんでいきなりあれかなと思ったら、当時のね、トップガンのね、ワンの時のね、当時の上司の娘さんということがね、わかるんですよね、ね、ペニーね。そして、あとはね、前半と後半に出てくるね、ムスタング、あれはね、トム・クルーズさんも、ムスタングを所有されてるんですよね。もちろん操縦もできるし、免許もできるんで、ね、あ、実際にあれ、撮影中はね、トム・クルーズさんが操縦してるんですけども、ムスタングね、あれは、おそらくトム・クルーズさんの所有のやつとはちょっとね、ペインティングっていうのがちょっと違うらしいなんです。違うっていう、いうふうにも言われてるんですけども、まあ実際所有されてるみたいですからね、だから、実際にトム・クルーズさんがね、操縦されてるみたいなんですよね、ムスタングね、ね、フォルムがかっこいいね、ムスタングなんですけども、そしてあとはね、あとバイク、川崎のバイクね、あれもね、前回のトップガンに出てきたバイク、川崎のバイク出てましたよね。あれもトム・クルーズさんの所有物らしいですね。トム・クルーズさん結構20代から30代ぐらいなんちの、レアなバイクを所有されててね。当時使ってた、撮影で使ったやつを譲り受けたのか、自分でまあ購入されたのかわからないんですけども、あのバイクはトム・クルーズさんの所有物らしいです。まあ全然そういうことはね、見てたらわかるって感じでね、というか調べたらいろいろ、わかる前のやつやんと思って、あれしたらいろいろ前調べたらね、そういうこともね、わかってくるっていうことなんですけどもね。そして、新しい川崎のね、忍者ね。あの忍者もなんかちょっとおかしなところがね、一箇所あったっていうのがね、ちょっと気づいたっていうかね、
あの川崎忍者、まあ、600万ぐらいする忍者なんですけども、まあ、おそらく、まあ、撮影が終わったら、まあ、川崎もいい宣伝だったからね、うん、トム・クルーズさんの所有になるんじゃないかなというふうに言われてるんですけども、あれね、後ろにね、女性が乗せられる、乗せて走るときありましたよね。あれね、見てたらね、トム・クルーズさんが一人で乗ってるときと、あの女性乗せてるときのね、あのシートが違うんですよね、あれ。うん。あれね、多分、荷台というか、まあ、マジックシートになって、と思います。いつも、あの、普段のあの、忍者と違って。うん。あれね、シングルシートなんですけども、あれはスライドできて、ある程度下には、あの、っていうか、後ろに乗せられるって感じになって、あれね、なるんですけど、あれ普通よりもちょっと一段低いんですよね、多分おそらく。だから多分ね、あれ多分違う撮影、映画撮影用の、あれじゃないかなって言われてるんですけどもね。うん。あの、もともとステップもないですからね。後ろ乗るときのね、あの、ペニーさんの足かけてるやつのね。あのね、そういうね、あの忍者もね、あの、ハイアイ忍者ね。あれもトム・クルーズさんのコレクションになるんじゃないかなって言われてるね。忍者なんですけども。っていうかね、僕のご託ばっかり長らびてね。まあ、今回はトム、そのマーベリック話になったんですけども。もう、この中ね、面白い映画はね、何度何度も見てもね、面白いですよね。っていうか、そういうところを探していくのも面白いんですよね。まあね、あのね、パイロット乗るときのあの、あれね、まあまあ、話、ネタバレなんだあれなんですけども、まあ、撃墜されてあれしてね、それでまあ、敵型のやつで、トムキャットで戻ってくるんですけども、まあ、あのね、おそらくあれ、あの、メットから来るあのジャックね、あれ多分合わません、あれでは。あ、年代違うやつだったらね、多分合わないんですけども、そういうネタ、ところをね、荒探ししてね、見るのも面白いなーっていうのもあるんですけども、まあ、よくよく考えたら、あれジャック合うんかいなーと思ってね。あれ、本当はジャックとジャックの間にもう一つアダプターがいるみたいなんですけどもね。そんな細かいことを、まあ、見ててもね、仕方ないだけどね。まあ、それも何も、それ全部すぬきにして、とてもね、面白いね。トム・クルーズさんのね、マーベリックでしたね。マーベリックね。マーベリックっていうのはあだ名なんですけどもね。まあ、ハンドルネームみたいな感じですね。これね、本名で言うたらね、もう、まあ、相手にね、軍歴とかね、全部がまあ、ね、バレてしまうからね、こういうふうに、もう、マーベリックとかね、アイスマンとかね、そんなふうに言われてるんですけどもね。というふうな感じのね、今回はね、僕のマーベリックのご宅並べのご紹介でした。というかね、いろいろね、見てたらね、面白いですからね、映画もね、何度も見てたらね、まあ実際 G をかけてね、やってるのは確かだったな、みたいですけども、最後のっていうか、ムスタングを操縦してたのは実際そうだったみたいですね、トム・クルーズさん。でね、この女性のパイロットの人はね、これ実際の時もね、練習の時にな、ゲロを吐いたっていうの話も、逸話も残ってるって感じなんですけども、そんだけ楽しいマーベリックのお話でした。っていう感じでね、それではこの辺で長くなりましたけど、申し訳ございません。それではまた次の動画でお会いしましょう。それでは、またねー。ありがとうございます。